ママに会いたい。おはぴよー、どうも、ひなぴよです。それでは本日からこちらの、ママに会いたいというゲームを実況していきたいと思います。こちらのゲームはですね、結構前に、お、面白そうじゃねえかと思い、実況動画を見ず、ここまでやってきたということで、完全初見プレイですね、になります。なんだ？ダウンロード画面でこういうマップがあるよみたいな感じのをチラッとは見たんですけど、それ以外何にも分かっていないので、いやー楽しみですね。一応なんか感動系って聞いたんですけど、うん、全然知らないからちょっと雰囲気的には怖いんですけどね。では、早速会いに行きましょうか。ママに会いに行きましょう。おー、動くんだ！すごい！ママ？どこ？何歳くらいなんだろう、この子は。うわ、びっくりした！怖いよ！ママじゃない。もうママじゃないとかそういう話じゃないじゃん。はい。ここはどこなの？喋らんね、怖い人。人なのか、あれは。あれ？無視？あ、仕方ない。ママを探しに行こう。ほう。なるほど。怖い、怖い、怖い。びっくりしたー。さっきのはこいつ？でもなんかさっき、こう、手で触られそうになってたけど、こいつにはなんか手足がないけどいいの？こいつ話しかけてもいいの？どうも？あ、セーブポイントなんだ。あ、しかも3つしかねえ。うわ。もう早速私、叫んじゃったな。ここは、ベッドの上だね。血まみれだね。ん？そういえば、お手手どこに行ったのかな？手がないの？あ、ほんとだ、手がない！足はあるけど手がない。両腕がないのかな？両腕がないね。なんか壁にもさ、なんかいるしね。なんか誰かに見られてる気がする。とりあえず、あ、でも、すごいな。このグラフィックが動くってすごいな。へえ、じゃあちょっと、チラチラ見て進んでいこうか。あ、おぉ、びっくりしたー。あ、こいつか、さっき私に触ってきたやつは。どうも。ねえ、目玉さん。出たらダメ、です。意地悪。なに？ここから出ることは禁じられているの？なんで？なんか怖いね、この世界観ね。この辺だった気がするわ、このマップ。こういうマップがありますよ、みたいなやつ。この中にお手手あるかな？お手手ないから探せないや。そうだよね、お手手なかったらなんか、こう、凝視するくらいしかできないよね。ないかな、ないかな、ああ、見えないからないわ、みたいな。で、こっちにも行けるけど、なんか血みどろ、なんか、足元が、こう、肉の絨毯みたいになってるから、ちょっとそっち行きたくないな。こっち側って行けんのかな？行けない。そっか、じゃあそっちのちみどろちゃんのところに行くしかないのか。まあもう、ここ、紛らわしい。こっちや！行くぞ！ここから外に出られそうだけど、どうしようかな。何それ？ちょっと、まだ。目玉さんに確認してから行こう。なるほど。もう一回じゃあちょっと、でも、ここから出たらダメですって言ってたよね。目玉さん。何ですか？ママに会いたいの。どこに行けばいいの？どうしても、ママに会いたいのですか？どうしても。目をつぶった。そしたらただの球体になっちまうな。あっち？監視に気をつけてください。監視って何？あなたたちの敵です。ほう。何それ？わかんないけど気をつけるね。わかった。監視に気をつければいいのね。これって走れんのかな？走れないわ。うわあ。くそ、まだ操作になれない。じゃあ行くか。ちょっとその前にセーブしていこう。さすがに記憶1でいいでしょ。そして、はい、うわあ！肉絨毯だ。
こらこら君、そっちに行くのはやめときなさい。誰だよお前。監視がまだいるかもしれないよ。まだってどういうこと？君は？君は誰？あれ？話しかけられない。ん？話しかけられない。こっちは？あー、なんだこれ。やっとお目覚めかい？君のお兄さんはとっくに目覚めているというのに。あ、お兄ちゃんがいるの？喋った。君は何なの？僕たちは外から来た種だ。まあ出来損ないなんだけどね。このまま二日も経てば消えるさ。僕みたいに喋られるやつもいれば、会話すらできないやつもいるんだ。会話ができても自分が特別だと言い張るバカもいる。へえ、出来損ないなんだ。出来損ないって何？おや、わからないのかい？君自身だって同じようなものだろ。そうなの？わかんないや。ごめんね。今はママに会わなきゃいけないんだ。そうか。まあ頑張れよ。うん。で、こいつはじゃあ喋れない出来損ないくんなのね。で、こっちは出来損ないくんなんだ。あ、わかった。こいつはあれですね。え？ちょっと下ネタになっちゃうけど、下ネタっていうか、でもこれは生命の神秘的なものだから言うけど、こいつは生死ですね。なるほど。壁は調べられないし、じゃあこっち進んでみようか。ってことはここはまだお母さんの体内なのか？なるほど。お、なんだ？なんだろうこれ。あ、唇みたいだねこいつね。なんか食べられそう。特にはでも調べられそうなところは他にはないね。じゃあこっちか。うわあ、あ、これがお兄ちゃんじゃない？ちょっと待って。セーブ、セーブ。うえ。これは何まず。こいつ。あ、触れないわ。お兄ちゃーん。お兄ちゃーん。これは誰だろう。お兄ちゃんじゃなかったらどうしよう。うわ。スピー。どうしよう。寝てるのかな？起きてー！スピュー！スピューすごい！全然起きない！起きて！起きてー！おお。うわ！お、おー、いい BGM になったね。あー、落ち着く。あー、なんとも大胆な起こし方だ。君は？俺はお前の双子のお兄ちゃんだ。おお、双子のお兄ちゃん。やっぱりね、髪型が一緒だからそうかと思ったよ。ようやくお前も目を覚ましたんだな。でも お兄ちゃんの割にその髪型なんだなって感じするけどね。お兄ちゃんか。寝てたのはお兄ちゃんの方じゃない？お前もさっきまで寝てたら、お前もさっきまで寝て、お前もさっきまで寝てただろ。そんなことより、お前も監視に腕を取られたのか？二人揃って取られちまったなんてな。さすが双子って感じだ。監視って何？監視は時々やってきて、俺らの一部をちぎって持っていくんだ。ほう。どうして？さあね、そこまでは俺もわからないさ。大きな音が聞こえたら注意しろよ。音が聞こえた後すぐに眠くなって、起きて気づくとどこかをちぎられている。少しずつ少しずつちぎられていって、最後はそのまま溶けて死ぬらしい。ああ、そんなと、そのまま溶けて死ぬっていうことをさ、こんな明るい BGM を通して伝えることかね。やだよ、ママに会いたい。ああ、そうだな。だけど俺らはいろいろ足りないんだ。俺は片目と足がないし、あ、え、そうなの。あ、髪の毛で隠れてるから分かんなかったけど、お兄ちゃんには片目がないんだね。足もないのか。なるほど。お前は脳と腕が足りない。あー、なるほど。おバカちゃんってこと？腕が足りない。なるほど。どうしたらいいの？あー、まずは腕よりも脳かな。脳って何？え？あー、どう説明？あー、頭だ、頭。頭あるよ。そういうところだな。今のお前じゃママに会えたとしても迷惑をかけるだけだ。
だから最初は脳が必要だな。ママたちは見た目以上に頭を欲しがる。ママに会いたいなら頭を優先しろ。なるほどね。へえ、頭と脳ってやつか。よくわかんないや。あ、なるほど。ここがね、また脳が足りないということね。これだと先が長そうだ。まあゆっくりやっていこうか。まずここから出たすぐにママの声があってな。今なら何か聞こえるかもしれないから行って聞いてこい。ほう、なるほど。ちょっととりあえずセーブセーブセーブ。こいつは何なんだろうね。この浮遊している目玉くんは、これお兄ちゃんの片目じゃない？ちょっとお兄ちゃんこの目はめてみようよ。ちょっとでかいかな。これよくあるじゃん、あの動物の森とかでもさ、こういうやつ収納したらちっちゃくなるからポケットに入るみたいな、そういう感じで目にも収納できないかな。無理か。行こうか。で、あ、なんか喋っとるね。こいつ。お、く、え、い、よ、何？あんたが、せいで、あ、に嫌われる。お腹から、ってよ。女、生まれ、じゃなかった。女になんて生まれるんじゃなかったかな。全然わからないけど、ママは女の子が嫌いなのかな。なるほど。ママ待っててね。じゃあ、ちょっと、そっち行ってみようか。静止くん。そういや、さっき監視が来てて、君たちを探し回ってたから気をつけるんだよ。監視は君たち受精卵を狙ってるからね。ああ、やっぱ、こう、私たちは受精卵なわけだ。この名前もわからないこの子と、そのお兄ちゃんも、受精卵なんだ。なるほど。もういちいちセーブしに戻ってるわ。いつ死ぬかわからんからね。で？お兄ちゃんに話しかければよかった。ちょっと待って。どうも？あれ？話しかけられない。あ、話しかけられない。びっくりした。どうだ？ちゃんと聞いてきたか？うん。ちゃんと聞いてきたよ。ママは女の子が嫌いだって。言ってたから、男の僕、え？あ？あ、女の子じゃないの？この子は。あ、あー、え、お兄ちゃんと弟ってこと？あ、女の子だと思ってた。なるほど。言ってたから、男の僕が助けに行くの。そうか。今のその思い崩すなよ。他にはどうしたらいいの？ここにいるだけじゃダメだ。そこら中歩き回って脳を探してこい。わかった。本当にわかってるか？怪しいな。まあいいや、頑張ってこいよ。もし何をすればいいのかわからなくなったら遠慮なく聞きに来いよ。うん、お兄ちゃんありがとう。双子の兄弟なんだね。なるほどね。ああ、もう見た目がさ、一枚絵が女の子みたいだったから女の子だと思いました。しかも髪の毛長いしね。へえ。ごめんね、間違って。で、どこ行けばいいんだっけ？こっちに監視がいるって言ったよね。あ、行けるんだ。うわ、すっごい。すっごい荒ぶってるやつがいる。ガハハ、来たぞ来たぞ。出来損ないだ。出来損ないの、かざわるだ。あ、ただ、あはははは、醜い醜い。頭もすっからか。僕知ってる。君たちはタネさんだよね。違うね。ただのタネじゃないぜ。俺らは選ばれしタネだぜ。卵に合う権利を持って優秀なタネ。へえ、難しい言葉使うんだね。君たちはタネさんたちに当てて、よろしくね。マジでこいつバカだな。うわぁ、ちょっと、何こいつ、ついてくんな、てめえ。ちょっと、こいつ、荒ぶるくせに話しかけられないし、すごいな。あ、邪魔だって。で、この人にはもう話しかけられないのか。バカにしてくるだけだもんね。
なんだっけ、イキリキッズだっけ。助けて。話しかけられないね。で、この口がパクパクしてるから、ちょっとじゃ、邪魔なんだけど、こいつ面白い。元気がいいね。なんだこれ。一のお、腹、は、が、た、ま、なに、に、むなんて、えなから、も、て、のでは、て、げ、と、を、いた。現実逃避をしていた、だけはわかるな。何言ってるのかわかんないや。ちょっと君冷静に、冷静に話を聞くっていうことができないのかな、君はね。進めないんだよ。こっち行きたい。あれ、こっち行けない？邪魔するな。ああ、行けた。あはは、足りないやつだ。おお、残念な子だ。ああ、この辺はみんなイキリキッズたちなんだね。なるほど。でもこいつらには話しかけられはしないんだ。で、またパクパクしてるけど、一応話しかけられるかどうか。あー、無理だね。じゃあ、口に話しかける。ほい。に、の、お、ん、は、か、り、あせ。二人目の子を、はらんだ時は、かなり焦ったじゃない？すごくない？私、読めるよ。一人目のように簡単には、な、もし、ない。なんだ？なんだこれ？いやー、わかんない、最後の。と、にばれ、いよう、ひ、だ、た。とにかく、彼にばれないよう必死だった。みたいな？何言ってるかわかんないや。そうだね。ちょっとまだ難しいな、解読が。で、こっちになんか監視がいるって言ってたけど、死んでる！大丈夫、タネさん。このタネさん、全然動かないみたい。寒い、干からびる、魚、あなた、喋った。あなたに渡したいものがあるんです。でもその前に、お湯をください。お湯って何？温かい水が欲しいです。温かいお水をかければ助かるのかな。じゃあ温かいお水を探しに行けばいいのね。ここは何なん？行けないね。奥に進んでいくしかないのかな。怖いな、ちょっと。お、何もない。こいつ？これはどう？あ、ここに溜まってるこいつは、でも血だけどね。おお、びっくりした！え？戻っちゃった。なるほど。こっちに行けるんだ。この血だまりみたいなところも一応マップになってるんだ。うわー、ジャブジャブ行っとるわ。こいつはなんだ？おー、あ！え！これは、溶けた目玉か何かですかね。で、死んでるね、こいつもね。なんか沈んでる。なんだろう、ぐにゅぐにゅしてる。拾っておこうかな。拾おうよ。なんだろう、これは。なんだったんだろう。うわ！あー、食べ、あー、口に加えとるがな。ちょっと、記録して。で、ここから漏れてる、こいつは？ほほはら、ひひるほ、はっはっはひ。あ、ここから出てるのあったかいって言ったな、今。なるほど。ちょっと、とりあえずこの口パクパクを見ようか。い、なんて、い。いらない、いらない、子供なんていらない。違うかな。リタイ。あ、違う。利たい、利。だけど、ためのお金はいない。は？稼がなきゃ。たくさんの、い。こんるるる、なくるる、しまるる、いば、いるるるる。全然わからん。とりあえず、これをなんか、加えてるうちは、この子は喋れないから、ちょっとお兄ちゃんのところにこれ持っていくか。これなーにーって。はぁこれはでも別にかけられるわけじゃないじゃん。ほろはへはん、ふんへん、ほははひ。この種さん全然動かない。ほへほへ言ってるけどわからない。ほへ。なるほど。とりあえずお兄ちゃんのとこにこれを持って行っ
で、成功したら、あー、助けて種に襲われている。で、これをじゃあセーブしたら今日は終わろうかな。時間もいい感じなんじゃないか。お兄ちゃん、こいつなんだかわかるかい？なんかこのピロンピロンしたやつ。ちょっととりあえずセーブしていい？ペッてセーブして、お兄ちゃんどうも。ほい。ほへほへひはんはへほ。はんはへひふ？これ持ってきたんだけどなんかできる？ですかね。あー、とりあえずそれ下に置け。むふ。でね、このぐにゅぐにゅみたいなやつで水を汲むものが欲しいの。あ、なんで？あっちに種さんがいたんだけど、あったかいお水が欲しいって言ってたの。これじゃ作れないかな。あー、その前に水を入れる器みたいなのがないと。これを器に縛れば首にかけてお前でも持っていけると思うぜ。これ首掛けなん？そっか、器みたいなのどこかにあるかな。お前が寝てた部屋になら何かあるかもな。ちょっと目玉野郎に聞いてきな。わかった、目玉さんに聞いてくる。オッケー、じゃちょっとセーブして。はい、じゃあ今日はこれで終わりましょうかね。ご視聴ありがとうございました。まだ今のところ怖い要素はあんま、まあ世界観が怖いけども、うん、そこまでないかな。さあ、どういう感じの展開になってくるのか。ただちょっとね、結構、重ための話な感じしますね、今のところね。いやー、続きが気になる。早く撮りましょうね。ということで、また次回に続きます。おつぴよです。